はい、では次はスバルちゃん。はい。はい。この絵はなんかせっなんか垂れてないこれ。どこ刺さってる。なんか刺さってるのか垂れてるのか。え、これなんか裏にでなる。うんち。違う、うんちじゃない。うんちだ。わかんない。うんち出してる。うんち出してるこの。これはわたあめうさぎなんす。え、わたあめうさぎ。うんち出てるの？うんち、これはわたあめに刺さってる木の枝。あー、なるほどね。割り箸的な。そう、割り、うんちじゃない。ごめんなら、うんちじゃないよ。でも、うんちでしょ、これ漏らしてるもんだって。漏らしてない。おもやしだ、おもやし。うさぎはうんちしないの。あ、うんちしないんだね。生きていけないよ。せんのだ、せんの。お腹の中にうんち溜まってる、汚っ。汚っ。してないよ。え、違う、これは食べたらふわふわする、うん、あと甘くて美味しい、スバルの、スバルの好きなうさぎさんが合成されたやつ。あじゃあ生きてるんだけど綿あめなんだ。あ、え、生き食いなの？え、生きてるの食べちゃうの？生きてるのに食べてるの？怖い。ひどい、ひどい。最低。アンパンみたいな感じなんだよね、スバルちゃん。そうだよ。そうだよね。やっぱりクレア先生だな。お前悪い顔してるぞ。悪い顔。なるほどね。でもそうだね、アンパンマン的な感じで可愛いね。なんか、うん、美味しそうだしね。でもね、書いてた時より思ってたより茶色でびっくりした。どうせぶっちゃけ思ったんだろ。本当はこれうんちのつもりで書いたのに、今さらボーとか言ってんじゃねえよ。書かないよ、こんな大型。うんちうんちうんち言わないでよ。喧嘩しないの。そうだね。はい、じゃあ次の、子に行こうかな。